ECC88-6922-6DJ8&6N23P6DJ8 はミニチュア級ピンの中増複立二見極間である。フレームグリッド構造による非常に高い相互コンダクタンスが特徴。アンピレックスにより1958年に開発された 6DJ8 は VHF 帯及び UHF 帯のテレビ中なの 低ノイズ増幅器用に設計された 6BK7 の改良版である。その高い増幅率により、ハイエンドのテスト装置にも利用された。1950年代から1960年代にかけて製造された最高級オシロスコープの、しばしばその大部分において 6DJ8 が利用されている。この真空管はもともとオーディオ用と向けに設計されたものではないものの、 ハイファイオーディオ用アンプによく利用されている。ヨーロッパ版の名称は ECC88、通信用や軍用等に用いられる上位バージョンには6922や7308がある。過去にフィリップスやアンピレックスといった著名な欧米の真空管メーカーによって製造されたノス品の6、DJ8 や ECC88 はオーディオマニアに非常に人気がある。 この真空管の大耐久が、ソ連では 6N23P として、中国では 6N11 として製造された。また、ヒーター電圧が 7V、または 7.3V 間で、同機能の真空管に 7DJ8 がある。この真空管は、スロバキアの JJ、セルビアの A、ロシアのソブテックによる 6DJ8。 およびエレクトロハーモニクスによる6922といった4つのバージョンが現在でも東欧で製造されている TDSL による 6DJ8 のデータシート。ありがとうございます。